BTS といえば、メンバー同士の仲の良さや固い絆で結ばれた家族のような関係性も大きな魅力の一つ。それには長男であるジンの優しい性格が大きく関係しています。今回はそんなジンにまつわる感動エピソードをご紹介していきます。 BTS のリーダーは2歳年下の RM、 長男の役割を担うジン。2021年時点で活動9年目、今も変わらぬ結束力を保っている BTS。 そんな7人組を常に後ろから支え、まとめているのがリーダーの RM です。年齢順で言うとメンバーの中ではちょうど真ん中。高い知性と類まれなる音楽の才能でグループを支える RM はまさにリーダーにぴったりの逸材と言えます。年齢で決まらないの？と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、 RM がリーダーを務めることになった理由としては、 BTS の中で一番練習生期間が長く、最初に決まった BTS のメンバーだったということ。また楽曲の制作に携わっているからだそうです。長男であるジンの役割は RM とは違った部分で BTS には欠かせないものとなっています。BTS がここまで順調にキャリアを積み上げてこれたのは、常にメンバーの精神状態を気にかけ陰から支えてきたジンのおかげと言っても過言ではありません。ジンはデビューが決まった時、長男として何が何でも弟たちを守ると決意したと言います。そんなジンとメンバーの心温まる感動エピソードをいくつかまとめていきます。練習生時代ジョングクのホームシックを救う。学校やレッスンが忙しくなかなか帰省できずにいたジョングクが、ある時ホームシックにかかったことがありました。中学2年生、夢のためとはいえ親元を離れるには早すぎる年齢の彼がそうなるのも無理はありません。そんなジョングクをホームシックから救ってくれたのが、同じ練習生として共に宿舎生活を送っていたジンでした。なんと実家が恋しくなったジョングクを自分の実家に連れて行ってあげたのだそうです。ジョングクも自分の実家でないとはいえ、久しぶりに家族の温かさに触れてとても癒されたのではないでしょうか。他にも一緒にソウルの街に出かけたり、ジョングクが寂しい思いをしないようにジンは気にかけていました。忙しくて釜山の実家に帰れずホームシックになったジョングクを自分の実家に連れて帰って、ここを自分の家だと思ってと本当の家族として温かく歓迎したジンさん。チーム内で一番年齢差がある5歳差の2人だけど、こういう映像を見ると本当の兄弟に見えてとてもほっこりする。長男とマンネの年の差を1ミリも感じさせてこない、ジン君とジョングクの戯れ。長男と末っ子の枠を超えて親子のように仲良しな2人、辛い練習生時代を共に支え合って乗り越えてきたからこその絆がそこにあるのかもしれませんね。非公開メンバーのテテに優しくフォロー。続いてはテテとのエピソード。テテがデビュー直前まで非公開練習生として顔も名前も出すことができなかったというのは有名な話ですね。そんなテテを気遣ってジミンが後ろ姿を SNS に上げてくれたりすることもありました。防弾少年団の中で唯一デビュー前から存在を隠し通さなければならなかったテテの気持ちを想像すると胸が痛みます。秘密兵器としてデビュー直前まで非公開だったテテは、みんなと一緒にいてもカメラに映らないよう端っこにいた。僕は練習生の時クビになると思ったって話すほど不安で寂しかったんだと思う。デビューショーケースを迎えたこの日、涙をこらえ笑顔を作るテテが忘れられない。そして非公開だったためにデビュー前の握手会でもファンから存在を認知されておらず、テテをスルーしていく人も。そんな中でジンの取った優しい行動が今でもよくネット上で話題に上がります。このテテかわいそう。でも
この時ってまだ出て非公開メンバーやったんやろ。だから女の人も知らなかったのかな。てかじいさん優しい。さすがヒョウ長男。ファンが自分の前を素通りしていくのを寂しそうに眺めるテテ。そんな彼を気遣ってか優しく手を握ってテテを笑顔にしようとふざけてみせるジンの姿がそこにはありました。アワードでのテテジン大好き。緊張している場だからこそ寄り添っている感じがいい。2018年韓国大衆文化芸術賞の華漢文化勲章を史上最年少で受賞した時のべったりテテ可愛いな。今でも時折互いを支え合うような姿をよく目撃されている2人。テテが寂しい時期を乗り越えて笑顔でいられるのはジンの優しさのおかげかもしれませんね。テテは陰で努力をしていて芯が強く優しいジン兄さんが一番大好きなんですとも公言しています。ジミンの殺人予告時にかばう行動。お次はジミンとのエピソード。ジミンは過去に幾度か殺害予告を受けたことがあります。今回エピソードとして取り上げるのは一度目の殺害予告を受けた時の出来事です。それは2017年4月1日に行われるアメリカアナハイム公演にてジミンを殺害するという予告でした。この情報は瞬く間に世界中に拡散され多くのアーミーが騒然としました。こんな予告を受けたジミン本人も相当な恐怖感を抱いたに違いありません。そんな中ジンがジミンを守るために取ったと思われるある行動が話題となりました。ジミンちゃんにライブでの殺害予告出た時全く同じ格好をしたジンニム。思い出すだけで涙止まらん。ジミンちゃんを守るために見分けがつかないようにわざと同じ格好をしたって言われてるけど、やっぱ防弾の長男はジンニムしかいないよ。可愛いしマンネキャラだけどこういうとこだよね。なんとジンはパッと見でどちらがジミンなのかわからなくするためなのか髪の色や髪型、服装を丸ごとジミンと同じにしたのです。同じ格好になって SNS に投稿しステージに上がりました。そんなことをすればジンにだって命の危険が降りかかるというのにとても勇敢な行動ですね。そしてどこかユーモアのある発想もとてもジンらしいです。ジミンに殺害予告が出された時にジンさんは同じ服、サングラスをかけて大きなリスクを背負いながらもジミンちゃんを守るためにステージに上がったって話聞いて泣いてる。殺害予告されて不安と恐怖でいっぱいの中目隠しして一曲歌い切るとかかっこよすぎ。歌ってる時どんな気持ちだったんだろうとかそういうこと考えると泣きそうになる。とりあえずジミンもみんなも無事でよかった。そして問題の公演は何事もなく無事に終了しました。殺害予告を受けたにもかかわらずいつもと変わらぬ完璧なパフォーマンスをしてみせたジミン。ジンのこの行動がジミンの不安な気持ちをどれだけ救ってくれたことでしょう。ジンの行動に勇気づけられたのは間違いありません。体調不良の J-HOPE への気遣い。最後にご紹介するのは BTS のビタミン担当 J-HOPE とのエピソードです。アメリカツアーの最中風邪で体調を崩した J-HOPE。 エレベーターの中で立っていることができず座り込む彼の傍らにそっと私物のぬいぐるみを寄り添わせる姿が話題となりました。ちなみにこのシーンはBTS のドキュメンタリーの中で見られます。体調不良でいつも以上に元気がなくエレベーターの端に座り込む BTS の太陽細く。それを見たジンさんは RJ のぬいぐるみを細くのカバンについてるぬいぐるみの横にすっと置いて去る。このシーン大好き。ジンがそっと置いた RJ のぬいぐるみといえば一時期どこへ行くにも持ち歩くほど大切にしているもの。ちょっと待ってください。ジンさん、いつも RJ さんと一緒なんですか？
私の辞書によると、ぬいぐるみが好きな男は最高だと書いてあるのですが、さすがに最高すぎるでしょう。飛行機で隣に座らせるあたり、本気でぬいぐるみ男子が。そんな大切なものを J-HOPE の隣に置いたのだと知ると、ジンさんの優しさと気遣いをますます強く感じますね。最年長なのにいじられ役でムードメーカー。ジンさんといえば最年長であるにもかかわらず、グループ内でのいじられ役兼ムードメーカーであるところも魅力の一つ。韓国といえば上下関係や年功序列にとてもシビアな国というイメージがありますが、ジンは常にいじられ役、そして同時にグループのムードメーカーでもあります。みんなを笑わせるためにいつもふざけている。みんなが笑えば僕も笑える。僕は僕自身が笑って過ごすためにみんなを利用すると言っていたジン君。いつも優しさ上に物事を深く考えてしまうことが多いよね。たくさんの感情を、言いづらい思いを教えてくれてありがとう。いつまでもそばにいるよ。紫するよ。自分が笑うためにみんなを笑わせるという彼独特のラブマイセルフな考え方が自然と周りの空気を温かく賑やかなものにしているのかもしれません。またジンといえばグループの長男としてのこんな心構えも語ってます。長男であることを口実に上から物を言って弟たちを叱りたくはない。ラップモンスターシュガがどっしりしたヒョンとしての役割を果たしてくれるから、だから僕はもうちょっと軽くて明るい雰囲気を作ってあげたい。ジンは自分は弟たちと明るく接して場の空気を和ますことが自分の役割だと思っているようですね。ゲームに負けた人を次々ドア前に立たせる長男。ジン君の長男らしからぬ大人げなさに見える部分って、本当は長男ならではの気遣い、自分を犠牲にしても弟たちを楽しませるだったりして、どんな時もブレないこの人が一番上にドンといてくれて本当に良かったって思う。韓国は儒教が強く根付いている国で、上下関係が厳しいことでも有名です。そのため1歳でも年上の相手であれば先輩として敬語を使うのが普通です。また韓国で友達というのは同じ年齢の人に対してのみ使い、それ以外は先輩、お兄さん、後輩、弟という間柄になります。なのでジンのこの考え方は韓国社会にあってとても革新的なものですよね。長男がこんなにも柔軟で優しく思いやりにあふれているからこそ、グループが絶妙なバランスと家族のような温かい空気の中で活動できているのかもしれません。やばい、朝から泣いちゃった。ジン君のことダンスベタとかセンスないとかよく言ってた人いたけど、そんな言葉で簡単に片付けないで。何も分かってないくせに勝手に決めないでって毎回コメント見るたび思う。急に6人のお兄ちゃんになるなんて簡単にできるものじゃないから。まとめ、今回は BTS の長男ジンの優しい性格や弟たちとの感動エピソードについてまとめましたが、いかがだったでしょうか。上下関係に厳しい韓国においてジンのような性格の長男はかなり珍しい存在だし、彼が長男だからこそグループがここまで円満に活動してこられたと言っても過言ではありません。これからもその優しさを大切に、そして何よりも自分自身を大切にして笑顔あふれる日々を送ってほしいですね。